松川村立松川中学校は、長野県北安住郡松川村にある公立、中学校。1947年4月開校。松川村唯一の中学校であり、通学区域は松川村全域である。JR 大井線品の松川駅から南東に、徒歩25分。自治体東端の高瀬川に近い場所に所在しているが、これは松川村、池田町。 海染村の一丁に村の組合立中学校となることを視野に入れて設立されたためである。2016年4月時点の生徒数は1年生99人、2年生109人、3年生99人。2016年4月時点の職員数は計33人。交渉は三市の松の図案下に中の文字を入れたものであり、三本の枝は松川村を流れる足間川。 父川、高瀬川の三河線を表している。太平洋戦争後の学生改革によって、1947年4月に、松川村立松川中学校が設立された。開校当時は、松川村立松川小学校の校舎の一部を曲がりしており、体操場や特別教室は運動場は小学校と、教養だった。1946年度に、松 川村立松川国民学校高等科1年生と2年生だった生徒が松川中学校の2年生と3年生となり1946年度に松川村立松川国民学校初等科を終了した児童が松川中学校の1年生となった開校当時の生徒数は7学級で258人だった松川村池田町 海染村の一丁に村の組合立中学校となることが視野に入れられ、1949年には池田町外に仮村組合立松川中学校に改称された。1950年には池田町や海染村との自治体座にも近い高瀬川西岸の現在地に独立した高地を建設した。かつては一面の松林だった場所であるが、太平洋戦争中に、 農兵隊が入植して開拓を行っており、広い土地が容易に確保できたのである。しかし池田町は結局、松川村を除外して海染村との一町一村での組合立中学校の設立を打ち出し、1953年4月1日には池田町海染村組合立高瀬中学校が開校している。これらのこともあり、1952年2月には名称が 松川村立松川中学校に戻された。高瀬中学校の開校後も、海染村の一部の生徒は、高瀬中学校ではなく、松川中学校に通っている。1959年3月には、金原昭和作詞、小山育の新作曲で校歌が制定された。金原は、大町在住の美術師屋であり、松川中学校の校歌が絶作となっている。ありがとうございます。